三国札、ゲーム三国札は中国のヨカゲームズ社が開発したテーブルカードゲームである。2008年1月1日に発売された。日本語版については株式会社ミントより2018年5月1日に正式発売された。三国札はイタリアのカードゲーム、バングを改良し、三国時代をテーマにしたゲームである。ゲーム開始の時、 プレイヤーは身分札を取る。プレイヤー数が4人以上になると、思考、中心、半族、間がすべて登場する。思考札を取ったプレイヤーは必ず身分を公開する。他のプレイヤーは身分を公開しない。半族を殺したプレイヤーは、山札から3枚ドローできる。思考が中心を殺した場合、思考の手札と装備されたカードはすべて捨てられる。勝利条件は、 3V3 モード 3V3 モードは標準モードから派生する6人参加のモードである。すべてのプレイヤーの身分が明かされる。2チームで争う。勝利条件は敵の主公を殺すことである。1V1 モード 1V1 モードは標準モードから派生する2人参加のモードである。勝利条件は敵を殺すことである。コローゼキ、モード。 三衛隊両フ戦を再現したモード。このモードでは、一人のプレイヤーが両フで、他の三人が組むチームと戦うこととなる。なおこのモードでは、チーム側のキャラは、死亡をせず、撤退扱いとし、ターンが回るたびにライフを一つずつ回復していき、満タンの場合、代わりにカードを一枚ずつドローし、6ターン後、戦線復帰となる。国戦モード、三国札、国戦と呼ばれる。 ゲーム開始の時、プレイヤーは数枚の武将札を取る。前位のプレイヤーは同じ勢力の武将札が2枚ずつ選ぶ。1枚は首相、次は副将。そして、武将札を倉おけする。倉おけされた武将札は暗章と呼ばれる。暗章は性別、技能、勢力がない。名を消された武将札は名進むと呼ばれる。 名進むがないプレイヤーは無勢力だと考えされる。でも殺されば必ず勢力を確認する。名を消された武将殺の技能だけ発動できる。名進むがあるプレイヤーの中に同じ勢力のプレイヤー数はゲームプレイヤー数の一般より同じやる多いとき、これからこの勢力の名進むがないプレイヤーは武将負だが名を消すれば このプレイヤーは野心家になると考えされる。毎い、野心家のプレイヤーは独立の勢力。勝利条件は他の勢力のプレイヤーが全部死ぬことである。三国殺プレイヤー個人殺の置き方となりのプレイヤーに、プレイヤー距離は1、次のプレイヤーには二、その通りである。殺は攻撃範囲以内のプレイヤーに使える。武器を装備すれば攻撃範囲を変わる。 可能性がある。ザキを装備すれば進行距離あるいは防御距離が変わる。ザキを装備ないとき進行距離と防御距離はプレイヤー距離と同じである。各プレイヤーの1ターンにフェーズが6つある。スタートフェーズ一部の武将技能はこのとき発動できる。例えば諸葛亮のミホシや剣のラクシンなど、ジャッジフェーズプレイヤーの前にノベジルイキがあれば、 この時判定される。ドローフェーズプレイヤーは山札から一番上の札2枚をドローする。一部の武将技能はこの時発動できる。例えば周囲の A 氏や長領の特化さねなど、氷糧寸断を受けている場合、判定フェーズでクラブが判定されればドローフェーズを行える。プレイフェーズ自分の手札をプレイできる。札は一度しか出せない。 同じプレイヤーの前に同名のノベジルイ金の王は2枚置くことができない。一部の武将技能はこの時発動できる。例えば、カナの青の王やカンネの奇襲など、楽譜を燃え、諸が置かれている場合、判定フェーズでハートが判定されればカードをプレイできる。ドロップフェーズ主殺数が体力より多い場合、主殺数と体力値が 同じになるようカードを捨てなければならない。主殺数が体力より若い場合、主殺を捨てることはできない。一部の武将技能はこの時発動できる。例えば、長所長校の片成や周囲のことねなど。エンドフェーズ一部の武将技能はこの時発動する。例えば、朝鮮の平月や宋人の巨守るなど、自効発動の技能以外。 以下の技能種類がある。体力札は、体力値を表示する札である。2点、3点、4点、5点の体力札がある。勢力、有志公式、国戦基本カード策略カード、日のべじるい勤納と、のべじるい勤納に分ける。装備カード、宝物カード。ありがとうございます。